ラゴンクエストウォーク評価爆上げ中の雷鳴の剣200連目はい、ということでおはようございます。チーム手巻き TV です。いやー、ドラクエウォーク楽しすぎてレベル上限解放3日目にしてすでにレベル68まで到達しております。このまま70まで走り抜けようと思うんですが、このレベル上限解放とともに来たランプ戦利口、ガチで熱いですね。そんなに戦利口週末やり込まない私も、今後新しい戦利口もしくはもっと効率のいいスポットが出るまで週末は戦利口やりまくりそうです。めちゃくちゃ効率がいい。何が効率がいいって、狩人の真珠がボコボコ落ちるし、経験値一戦で2万も稼げるし、まああくまでね、配下金装備があって一旦キルできてこそではあるんですけれども、一旦キルできれば夢のような経験値が毎週得られ続けると。しかももちろんね、経験値以外にもね、絶対やんなきゃいけないことがあって、1点目は皆さんご存知、ランプの覚醒ですよね。力が全体1位、素早さと器用さが全体2位、特攻もデイン、ドルマと悪魔がついているということで、このデイン 10%、ドルマ 7%、悪魔 5% については、もうね、デイン、ドルマ、悪魔であれば最強。それ以外であっても最強格として、どこに入ってもおかしくない。素早さが高いから狩りでも重宝するであろう。それでいて、最新のコスト150ではなく、コスト140台と、コスパも抑えめになっている最高の心です。さらにね、もう一枠。おそらくめっ他に扱いでめちゃめちゃ強い覚醒がされるであろう血塗りの魔剣。ここまでは絶対全てのプレイヤーやんなきゃいけないと思ってます。その上でそれが終わったとしても、経験値1000、2万と狩人の真珠ボコボコ取れるのはめちゃくちゃ美味しいですね。ということで、このランプ戦利口の価値がめちゃめちゃ高いせいで、その接待武器である雷鳴の剣の評価が爆上がりしております。ということで、貫突1本、無突1本、防具一セット狙って今回もガチャ引いていきたいと思います。まあ、しかもさ、この見方によってはこの雷鳴の剣用の心が2つあるね。闇テリーとランプ覚醒ね。デインとドルマが乗っけられるこの2つ。あとあれだっけ、あのデブもそうだっけ。デブソーンはデインとメラとドルマか。だからもうさ、このデイン・ドルマの二属性対応の心が3つある。これ3つけて置いておくだけで、すごい使いやすいんじゃないの。マジで今後とりあえず出しとけレベルで使いやすいんじゃないですかね。こんなデインとドルマ両方とも漏れる最高級の心が3つも揃っている武器、こんな恵まれている武器、なかなかないですよ。ぜひ貫突でしばらく振り回していきたいと思いますので、すでに武器2本取れていていい感じですが、一気に武器貫突プラス1本まで、防具もね、防具もさ、デインとドルマ両方とも漏れるから、もう完璧なこのデイン・ドルマの雷鳴を打っていきたい。自己スワーク、ありがとうございます。うわ、本当にやっぱね、ドラクエウォークはレベリングが一番楽しいなぁということを改めて感じましたよ。レベル上限解放のタイミングでね、自分が大好きな職業、私だったら魔剣士なんですけどね、これを最速で育てているこのアドレナリン、まだまだね、やっていきたいと思います。ということで参りましょう、雷鳴ガチャ200連目、いってらっしゃい。さあ、防具も早めに集まってほしいし、武器も6本ね。まあ、防具頭以外は全部とりあえず当たりっていう感じですかね。高まるー、高まるー、いいよ。10連目失敗で全然 OK です。2024年の私のウォークガチャは非常に成績が良いね。しかもこの気分が最高潮に達してる今、相乗効果ないわけないっしょ。本当に嬉しい、俺は本当に嬉しいんだ。今回の武器すごくない？すごくない？もう何がすごいかって、さっき言った通りなんだけど、もう専用の心が3つもあんのよ。専用の心が3つも。で、防具も専用。まあ、防具専用は当たり前なんだけど。たまんねえよ。で、全体 500% でしょ？いやー。強いね。しばらくずっと強いだろうね。しかも、会心出やすくて、それが超会心になる。いやー、いいわ。うん。小悪魔セティアのロットとも相性いいしね。いやー、いいわ。はよ出ろということで、久々にガチで燃えている、来い！
来い、くー、来ない。30連。さあ、気持ちが燃えすぎていて30連爆死しても全然なえない。欲しい。いや、本当にね、ランプの覚醒だよな。ランプの覚醒。今までの覚醒の中で、上から2番目に強いですかね。滅多に枠と余り枠だと。一番強いのは悪魔神官かなとも思うんですけど、いや、今回が1位でもいいぐらい強いかな。覚醒が強いと、本当に、こんなに嬉しい気持ちになるんだから。ね、運営、二度とキラハマシンの二の前は作っちゃいかんぞ。ということで、いよいよ流星来た。スラミッチ出てこい、出てこいよ、ほら。20個。40連で20個は少ないですが、いやー、もう本当に、なんだろう。遊ぶ時間が長くなれば長くなるほどさ、ドラクエウォークで。ね、ドラクエウォークで遊ぶ時間が長くなればなるほど、この課金してる額がその時間で割られるからさ、なんかこのお得に感じてきちゃうんだよね。うん。1万円課金して1時間遊ばないのとさ、1万円課金して10時間それで遊ぶのだとこう、10倍お得感が出るというか、で、今めちゃめちゃ戦力をやってるから、もうほんとなんかすごいお得感あんの、マジで。今回の武器はよー、クソや、なんだ、あの、遊牧民族がお前暮らしてそうなそのフォルムはお前、どうなってんだお前。さあ、何連目、もう何連目、50連目とか終わってない、もう結構いっちゃってない、これ50連目。いや、ちょっと、そろそろ、雨もください。さすがに。さすが、こいつほんとよー。あ、まだある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 、あるよ、ない。いや、ほんとさ、なんかさ、前々から感じてることがあるんだけどさ、俺がテンション低いとさ、めちゃめちゃ当たり出ない、ドラクエウォークのガチャ。で、俺がこんくらい高まってるとさ、急にそっけなくならない。駆け引きすんなよ、駆け引きすんなお前、押し引きすなよ。だから2024年、俺結構いい武器少なかったなーって言ってるんだけど、その2024年引きがめちゃめちゃいいんだよね。おい、怖えよ。やめろやめろ、自分で言っといてやめろ。とりあえず、75% だから。ね、60連目のピックアップは、武器か上か下。ね、頭以外でいい簡単なお仕事。まずはこっから始めよう。ワンステップ。ワンステップバイワンステップ。オールフォーワン、ワンフォーオール。まずは一つ。75%。登りやすい階段から登りましょう。低い階段だよ。低い階段。ね。足上げずにもね。膝そこまで上げずとも登れる階段。まずはこっから行きましょう。一個かよ。まあ、一個で行けろよ、クソが。いやー、ひどいな。今日の結果だけ見るとひどいな。いやー、でもね、今の時点でランプの覚醒情報は出てるんですけど、血塗りの魔剣の方の情報が出てないというところもまたね、このランプ戦利口を好きにさせる。もう好きになっちゃった。もう惚れた方の負けよ。さあ、75%。ここは当然大丈夫。お願いします。はい。あっけー、武器出てくれるんかーい、武器出てくれるんかーい、武器出てくれるのねー。大化けの救急車ー。雷鳴の剣のね、強さを1日10時間以上もね、ランプでね、使ってさ、あの、バキバキバキっていうあの、ジゴスパのね、演出をね、見てりゃ、もう本当に愛着湧きますよ。好きです。私は雷鳴の剣が好きです。チーム手巻きは、あゆおらいやーいやいやー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 強い強い、センスあるよねこの剣。ゴテゴテしてないというかさ、洗練されてるよね、フォルムが素晴らしい。嬉しい、嬉しい。嬉しい。いやでも今回は防具も大切だからね。なんなら防具、1セットで終わるよ。1セットで終わるけど、2セットコンプしても、いいなぁとは思ってる。そんくらいね。好き。ランプ接待武器とはいえ、専用の心が3つもあったら、ランプ戦利口が終わっても、いくらでも使ってくると思う。
しかもワンパンで MP 回復だっけ。いや、今後さらに輝く時来るぞ、これ。これ。今の時点でさ、ワンパン MP 回復の能力活かしてないからね。あ、うね。今の時点で千里口でワンパンなんて無理だからさ、ワンパン MP 回復の利点を活かさなくてもこんくらい強いし、まだ隠し玉があるんだよ。ワンパン MP 回復あるからね。やべえ。とろけちまう。とろけちまうよ。最高だ。ウォーク楽しい。ウォークはレベリングなんだよな。あ、やっぱりまあ、モングラ、ギガモン、まあ、いろいろあるけど、結局ウォークは、レベリングなんよ。楽しいのがね。もうそうやって育てられちゃってんのよ、俺らは。調教されてんの、運営から。もう、経験値効率が上がると脳汁出るように。まあまあまあ、そういう世界で脳汁出させてもらいましょう。おとなしくね。さ、もう一つぐらいいっちゃうのかな？どうなんだ？なんだ？よーし！よーし！よーし！嬉しい！ああ、もう千里口回ろう。ね、千里口回ってる限り、この喜びが継続するからね。このガチャで得た喜びをね、そのまま使うんだから、この武器防護千里口で。最高の時間がまだまだ続くわえ、ちょっと待って。待って。え、ちょっと待ってよ。え、もう武器が、1、2、3、4、5。あれ？もう武器、5本か？そうだよな。天井合わせて雷鳴の剣。5本目だよな。ちょっと待て。いや、前回もやばかったぞ。前回もガチャやばかったけど、このミネアの弾も。今回もやべえ。200連まだやってないんですよ。これ200連目ですよ。え、これ万が一防具下なんて出ちゃったら、200連で貫突武器1本と防具1セット揃っちゃうからね。え？まさかね、さすがにね、それは、まさか、まあ、さすがにね、それはね、うん、でもめっちゃ嬉しい、めちゃめちゃ千里口回る。